はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。ひろちゃん様、まさゆき様、やすし様、ワイドスノー様、石倉様、お手紙も SK 様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。 SK 様はですね、大量の切手送ってくださいました。そういうの のご支援も大変ありがたくいただいております。お手紙とかの送り先は動画説明欄もっと見るをクリックして、ご覧になってください。 NHK が6月2日に大手メディアにこっそりと発表、家庭と男女の役割に関する国際比較調査対象者1200人分の個人情報を紙データで、プリントアウトで施錠された棚で保管したが、なんかないんだよね。今も探してんだけど、めっかんねんだよね。というようなことを、発表しておりました。で、誰か盗んで、名簿屋に売り飛ばしたんじゃねえのなんて思っちゃいますけどね。それともね、鍵のかかった棚にって言うけど、かかって願った、であるとか、そもそも最初からプリントアウトなんかしてねえかったとかですね。あるいはですね、調査そのものが、架空で、対象者も架空でいねかった。つうか、今時紙データってなんだよって話なんですけど、家庭と男女の役割に関する国際比較調査って、何そのパヨっぽい調査は、どうせパヨっぽい結果しか出てこないんだと思いますけれども、大手メディア、空気を読んで、どこも報道せず、テレビも新聞も、ここら辺は富士デモとか、スクランブルデモとかと一緒ですね。データの紛失なんていろんな企業がしょっちゅうやってますんで、そんなのよりね、こっちのですね、メディア談合の方が問題ですよね。メディア談合、メディアスクラムなんても言いますけれども、メディアがですね、もう一糸乱れず特定のものは一切報道しないっていう現象ですけどね。さらに NHK、2013年10月から、10年間も SNS の365日、24時間監視をスタートさせておりました。なんか使えそうなの見かけたら、投稿者とか公的機関に問い合わせて真実性を確認してから使いましょうっていう建前があるらしくて、その投稿者がですね、使わせねえって言ったら、それまでですよね。もしくはですね、あれ全部嘘なんですって言ったら報道できねえよね。あれでですね、どっかの企業が売り上げ落ちた、賠償しろなんて訴えられても、NHK は知らんぷりするっちゅうから、投稿者の責任であって、みたいな、らしいんで、使わせない方が無難であります。メディアの力を損うことにもなるしね。だからね、NHK スクランブルデモも、ネット聴取反対デモも知らないはずないんだよね。24時間監視してんだから。慌てて門閉めてたしね。このメディア談合っていうの、それが日本の一番の問題だと思うんですけどね。憲法守れーなんて集会だったら、あとは国葬植えめろなんていう集会だったら、たったの5人ぐらいでも全国放送するのにね。泉健太、立憲猿軍団団長、山口二郎などが所属するパヨ団体、市民連合を介し、共産党と候補者調整について十分あり得ると方針転換いたしました。維新にこびてですね、完全拒否されたからでしょうね。あとは党内から突き上げも相当あったんだと思います。落選しそうな、自分の選挙区に共産党の候補を立てられて票が割れると落選しそうな自分勝手な議員にやいのやいのって言われたんだと思いますけれども、一般派です。やっぱり立憲共産党万歳、コラーボ、政策も思想も感じられない、切羽詰まってる感がすごい今後の離党ドミノと内ゲバが楽しみ、また連合に問い合わされて方針転換するんだろう、見てられん。それやって勝てなかったのに学習しないやつだよな。落選しそうな小沢に説得されたんだろう。市民連合を介して前回選挙でですね、4党合意とか取り交わしてて、それがグダグダな内容。4党っていうのは、
立憲共産社民令和の4党例の特定野党のことなんですけども、そこで賛成できる合意できるっていうものになると、やれ LGBT やら男女共同参画やらで、全然ダメなのが経済政策、外交政策、安保政策が全然一行もないってグダグダ、大失敗してましたよね。多分泉くんですね、立憲内部の共産候補を立てられたら落選しそうな堅実な自回りとかサボってる脳なし議員に相当突き上げられて負けたんでしょうね、そいつらにね。小沢がですね、候補一本化の会とか作ってたし、参加メンバーがじゃあお前引けよって言われたら暴れそうな奴らばっかで笑っちゃったんですけども、市民連合といえば山口二郎、山口二郎といえば多額の課金費、文系でそんなに必要なのって叩かれた多額の数千万円億の課金費、課金費といえば学術会議、学術会議といえば共産党、共産党といえば総掛かり高田健、高田健といえば文都、文都といえば中核派、中核派といえば令和山本太郎、みんなつながってて仲良くていいわねっていう感じなんですけど、泉はまた連合に怒られるとええですね。連合はですね、立憲の支持をやめないですね、自治労、日教組、郵便労連、通信労連、放送労連を叩き出さないとね、社会党以来話が全く通じないパイオ議員を追放できませんよ。郵便はまあわかりますよね。通信は NTT とか KDD とか、元ね、電電公社とか国際電電とかいった、まあまあ官、公務員の匂いが未だに拭えない、まあ親方日の丸のところですよ。放送労連はメディアね、 NHK、民放労連、など、ここもですね、まあぬるま湯で、護送船団方式で、まあ安泰だからこんな道楽やってられるんだろうな、日本経済がダメになるようにダメになるようにって仕向ける立憲を応援できんだよな、ぬるま湯だからな。まあ私の助言など理解できないでしょうけどね、連合さんは自治労を叩き出したら、日教組を叩き出したら、またね、経済外交安保政策が全くないグダグダな公約考えてボロ負けするといいっすね。それにしても小沢80なのにまだギラギラしてて、次も当選する気なんだろうか。こういう高齢者にはなりたくないっすね。もういい加減引退したらいいべんね。奥さんにも息子にも愛想つかされて逃げられて、もう生き恥さらしてんだからさ、まあ、顔も生き恥なんですけれども、身を持ち崩してついでに顔も持ち崩してますよね、小沢一郎がね。厚労省が全国自治体に通達、体が男は女風呂に入るべきではない旨、浴場および旅館業者に指導せよ。私は女よっておっさんの、女子風呂入浴を放置すれば業界が滅亡しちゃうしね。まあ、順当だわな。一般判断です。まともでびっくり。珍しくまともな仕事してる。当たり前だのクラッカー。いくつなんだろう、この人。買いたい人。いくつなんだ。通達じゃなくて、ちゃんと法律で決めてくれないか。LGBT 法なんて無駄なもん作っから。主張を確認する方法がないから当然である。主張っていうのは、私は女よっていう主張を確認できない。本当かな。体がおっさんの女子風呂入浴を許すな理由としてですね、公衆浴場における衛生など管理要領に記載があるおおむね7歳以上の男女を混浴させないこと、知らなかった。私今日までこういう決まりがあるとは知らなかった。7歳っていうと、まあ、小学校に入っちゃったらダメ、幼稚園児はいいっていうような感じですかね。常識的に身体的特徴で男女を判断する、よって体が男の女子風呂入浴はダメーってことらしい。なるほど、理路整然しますね。7歳以上はもうダメだ、体がって判断するんだからっていうこと。欧米だとですね、差別よなんよって訴えられたり、基地外の裁判官によってそれが負けちゃったりしてますけれども、通達あるんでって突き放せますね。でないと本当に公衆浴場、旅館、観光地、滅びますよ。ついでに皇室があるですね、プールとかスポーツジムとか体育館とかも滅びますよね。だって私は女やって言い張るおっさんがうじゃうじゃいるのか、皆さん行きたくないでしょ。行きたくないじゃないですか。
女だったら女の裸見たくねえから喜んで男風呂行くんじゃねえのかなってちょっと思うんですけど、何なんだろうね一体。私の知り合いのゲイの方は目の保養と称してしょっちゅう数パーセント言ってましたよ。で男風呂入って男の裸眺めてうっとりしたりなんかしてましたよ。おかしいなって思うんですけどもね。次はまだまだ元気なでもちょっとやばそうな沖縄左翼の皆さん、沖縄タイムス6月29日午後0時頃、午後0時頃って正午真っ昼間ですか。名護市辺野古の米軍基地前では市民ら約40人が座り込み新基地建築に抗議しました。肌を刺すような日差しが照りつける中、沖縄を返せや今こそ立ち上がろうを大合唱し反対の意思を共有しました。市民ら40人が座り込みって言うんですけど、今こそ立ち上がろう、一般反応です。座ってんじゃん、座んなよ。立ち上がろうって言いながら座り込むのか、立ち上がるのか座り込むのかはっきりしろ。立ち上がるのに座り込みとはこれいかに。立ってるよ、日本に何しに。なんで今こそなの。暑いから今日は休みます。高齢者にでか何さしてんだ、金もらってやってんだろ。何百日も座り込んでる設定じゃなかったっけ。沖縄の炎天下での真っ昼間とかやばくない。これがその時の風景みたいなんですけど、日陰ないもんね全然ね。座り込みの人らより機動隊の方が数が多くて笑わねえ。これ徹底的に監視されてますね。監視する必要もねえと思うんだけどな。見た感じざっくりおばあちゃんばっか。なんでおばあちゃんばっかで男見当たらないんだろう。これひょっとしたら平均寿命の差の影響ですかね。平均寿命、2022年度の平均寿命のデータなんですけど、男性 81.5 歳、女性 87.6 歳、約6歳の差があります。それがこの写真の秘密ではなかろうか。おじいちゃんいねえなっていいですね。秘密、おばあちゃんばっかだな。約6歳の平均寿命の差ありますんで、一緒に死にたいんだったら6歳年上女性と結婚するのがいいのか、それとも一緒に衰えといって言って一緒に何介護が必要になってくる地獄を味わうのかっていうですね。見るからに日陰のない炎天下でやばそうですね。それとも沖縄タイムスが写真撮ったら解散ですかね。はい終わり。皆さんいいですよ。監視カメラに映ってないんだろうか。すぐ解散するところね。座り込み丸々日誰もいない。今こそ立ち上がろう座り込む。パヨ語は難解と思ってましたけども、これほど日本語と違うとは。一生理解できないんで連中見たら逃げるが勝ち、全くの時間の無駄であります。議論吹っかけられても答えねえ方がいいです。あなたに答えるの無駄だからですね。だって何答えてもですね、こっちの言葉理解しないでキュトーンとしてから全く無駄なので、相手の言いたいことを一方的にまくし立てられて全然全くの無駄ですから。私は豊島区議会でそれを実感しました。全く無駄だなこいつらと話すのは。っていうことで、見たら逃げるのがいいと思います。というわけで、今日は1日ですけれども、毎月1日にはですね、メルマガの党員さんの無料期間が終わってですね、カクンと登録者数が減るんで、皆さんよろしかったら新規登録して日本改革党を支えてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。